3年11月に発行された銀版であり、9問目2分、4問目6分及び、1問目1分5輪の両目が表記された3種類が存在し、幕末期の地方貨幣である。このうち、1問目1分5輪は市中貨幣であり、希少である。秋田銀版9問目2分及び4問目6分表面には、それぞれ9問目2分、4問目6分、及び、 一問目一分五輪と両目が刻まれ、下位極印には丸枠のあるものとないものが存在し、九問目二分銀半の丸枠のないものは希少である。裏面には秋の極印が打たれている。また天書帯の広し極印が周囲に打たれ、九問目二分の表面には原則として六箇所、裏面には四箇所、四問目六分では表裏とも原則として四箇所である。 両目は、表記通りで9問目2分は 34.5g、4問目6分は 17.2g である。銀品位は、日本貨幣市によれば9問目2分は97%、4問目6分は95%で、あるとされ、難量と呼ばれる、上銀に近いものである。これより先に、久保田藩では、 秋田風銀を発行し、一主銀の両目に順じて八問目を一両として、想定していたが、当時広く流通していた一分銀の両目に対する、不足から八問目、イコール一両では通用せず、一分銀の両目に、比例させて増量し、九問目二分でもって一両として、通用させるために発行されたものであった。したがって四問目六分は二分通用。 一問目一分五輪は、二子通用を想定していたことになり、問目表示であっても、表量銀貨の銀目とは異なる。ありがとうございます。